古くから受け継いできた近江文化というお宝を今のカメラが訪ねます。今日は銅のお宝、さあご一緒に。長浜市川道町のコミュニティセンターに7つの組の子どもたちが集まって鐘太鼓を打ち鳴らしながら富士神様の川道神社へと向かっていった。2月24日の昼下がり、川道の行いの夜宮の始まりを告げる鐘回りである。ほれ、おー、いいがん。川道下村の今年の当屋で大きな鏡餅の飾り付けが行われていた。昔から川道の行いが湖北に春を呼ぶと言われるほど飾る行いの中でも有名になったのはこの一瓢鏡と呼ばれる大鏡餅のせいだ。一瓢鏡はもち米一瓢分60キロもある。夜宮の1週間ほど前から餅つきの準備が始められる。そして16歳以上の男たちが集まって餅がつかれる。16歳になると一人前として認められるからだ。下村の男たちが集まっての餅つきだ。しかし最近は若者の数も減って大鏡餅を業者についてもらうという村もあるそうだ。大鏡餅を前にしての読み上げである。およそ240個の川道町には7つの組が、東、西、中、藤の木、川原、東長寺、下とそれぞれの村に当屋があった。こうして大川の地を前にしての読み屋膳が開かれる。それぞれの村で氏子衆がこのように集まっての祝宴を開く。大鏡餅に神がその前で氏子衆が一つになって絆を深める読み屋膳なのである。さあ献経の時になった。若衆たちが大鏡餅を担ぎ台に乗せて当屋を出発した。揃いの衣装をつけた若衆たちに担がれた一瓢鏡がそれぞれの集落の中を練り歩いて川道神社へと向かっていく。川道の東、西、中、藤の木、川原、東長寺、下のそれぞれの一瓢鏡が献経されていた。行いの主役は餅である。それは豊橋原瑞穂の国の農耕民族としては今年も豊作でありますようにと氏神様に祈るのは年の初めの大切な行事であった。餅は新年を迎えた時神に染めそれを雑煮としていただく。言うなれば餅は私たちの食のシンボルなので、それを村の者が集まって付き合えるということで村の絆がぐっと深まるというわけなんだ。氏神様に備えられた一瓢鏡は翌日本宮の時にそれぞれの村でみんなに配られる。神の宿った餅を神棚に備えて豊作を祈願する。古い儀式を守りながらも年々変化していく川道の行いなんだが、一瓢鏡が氏子衆の絆を深める主役であることには変わりはない。